い、ではこちらの文献について、稲岡が紹介いたします。まあ、まずこの文献に関する情報です。まあ、タイトルはまあこうさっきと同じ、まあ、こう見たまんまのタイトルになってて、で、これはまだちょっと開催されてない、開催というかまだ開かれてないあのカンファレンスの分で、アーカイブに上がってるやつですね。ただこうまあ、アクセプトされた論文なんですけど、ただこうアーカイブの方を見るとなんかすごい多くのページを割いてこうかなり細かい分析があるんで、こうより詳しいことがとか詳しい分析が確認したい方はこちらの方を参考にしてください。で、最初にアブストラクトです。アテンションっていう、まあ、手法がその、まあ、機械翻訳だったりなんか文分類だったりっていう、こう広い範囲でこう使われていて、まあその入力単位、例えば単語単位だったり、まあ、たまにはその文字単位とかでそのなんか重みっていうのをこう与えることができます。でその重みのその分布っていうのがその入力に対するその単語とか、まあ、文字とかなんかそれの重要性をなんか示すものとしてこう扱われることがこうあります。まあその分析とかなんかそういった場面でそのアテンションのその重みが大きいってことはここはとても重要なところでそこを着目できてるみたいな、なんかそういう分析がこう実際に行われています。ただこう重み、その重みっていうのとその出力の間にそういう例えば重要性であるとかそういった関係があるのかどうかっていうのはこう実際にはこう明らかにされていないところで、まあそれをこう今回確認したっていうのがこの論文です。でその実際にはそのこの今回この調査した範囲だとその、あのよく使われているアテンションっていうのはその必ずしもその意味がある説明、例えばその これはこの重みが大きいどころは重要性だみたいな、なんかそういうような説明っていうのはこう提供していなくて、まあそういうふうに扱うっていうのはこう良くないみたいなことをこうアブストラクトになりました。で、まあ、実際にその そのアテンションの役割というかそのアテンションのと出力の関係っていうのをこうどんなその重要度とかと関係あるのかみたいなことをこう調査 しています。で、まあ調査の方法としてはまあこう、まあ、分けて2つですね。1つ目がその重みっていうのとその重要度っていうようなものにこう間に相関があるのかっていうのを確認しています。まあその重みと重要度の間に相関があるとこう何かこうまあ重要度が高い時にこう重みも大きくなって、まあ、そのとはつまりこう重みが大きいところを見るとそこが重要みたいなことがこう分かるっていうのが1つと、あともう1つがそのまあ、本来アテンションってこう自動で計算されるものなんですけど、でそのその重みって自動で計算されるんですけど、それじゃなくてこう後からこうその重みだけをこういじってなんかこうするとその出力がどういう変化をするかっていうのをこう調査しています。これはそのなんか何ですかね、その重みっていうのがそういう重要な情報だとするとこういうのを重みを変化させてしまうとこう出力がガラッと変わるみたいなっていうのがこうあるかないかみたいなことを調査しています。で、今回は、まあ、実際にそのアテンションを使ったタスクとしてその、まあ、日分類と、まあ、QA と、まあ、NLI の3つをこう対象にして行っています。で、まあ、データセットはもうここに一覧が並んでて、まあ、上の方がこのバイナリーテキストクラシフィケーションで、2個目がすいません、2個目が QA で、3つ目がその NLI ですねのデータセットです。まあそれぞれこうデータがあって、まあまあ特にあまあですね。でまあもういきなり結果になるんですけど、そのアテンションとその重要度に関してそのまあ、勾配を使った時とそのそれを重要度と見なした時と、あとこうリーブ、ワンアウトでこう一個どけてどうなるかみたいなこう見るんですけど、まあ、それでこう重要度を測った時にそれとアテンションの間の相関っていうのを確認したのがこれで、まあここがまあ実際の相関で、そのこっちの右がそれにのその有意差があるかどうかのその確率ですねっていうのを出しています。でまあ、これを見るとこう結構多くの範囲で、そういう、弱い相関しかない場合がこう多いっていうような結果になっていてなっています。で、まあ、ただ一方でこうこのディアベって何て読むか分かんないですけど、こう糖尿病のデータらしいんですけど、こうとかに関してはこう高い、なんか高い
比較的こう高いでこう優位差があるっていうような結果になっているっていうのが分かります。まあ、この分析はちょっと後で説明します。まあ、ただこう 全般的にはこの弱い相関しかないっていうような結果になっていて、こうあの過去の研究で使われていたそのなんか重要度とこうアテンションにはこうすごいあのが強い関係があるみたいな、そういう前提っていうのはこう今回のここではこうその確認できなかった、その相関っていうのはこう確認できなかったっていうような結果になっています。で、次が、相関以外の方法でこう確認するんですけども、まあ、その前にこうちょっと定義を説明していきます。まあ出力結果同士こうどれだけ離れているかっていうのをこう距離として示すときに、まあ、こういうような式を定義、こういうような式でこのその距離っていうのを定義します。まあ各そうですね、それ各要素のこう単純に、絶対値の積、絶対値の和みたいな、まあ、取ってまあこの計算をして、まあ、そのアテンションに関しては、KU ダイバージェンスでその分布の差を比較するで、まあ、大きくなればなるほどアテンションは離れているみたい なんかそういうような方法で距離と呼ばれるものをこう定義しています。で、まあこれを使った分析の結果がこちらで、まあ、まず最初に赤枠で囲っている部分だけ説明すると、その横軸がその出力の違い、出力の、変化の大きさですね。なんで右に行けば行くほどこうより多く出力が変化しているっていうもので、まあ、縦軸がそのアテンションの距離ですね、より多くアテンションを変化させた、まあ、マックスアテンションなんでその中でももちろんその中で一番大きいものってなってて、要するにこう一番上っていうのはそのあまりアテンションを変化させなかった場合で、下に行くが行くほどこうアテンションを大きく変化させた場合っていうのになります。でこういうのをこの結果を見ると、まあ、NLI とか あとあれですね、この色はあれですね、クラスですね。で結果を見るとそのあまりこうアテンションによって一番左の例だとこうアテンションによってあまり出力が大きく変わってなくて、そのアテンションをこう大きく変化させたとしても出力はそこまで大きく変化しないっていうのがあります。これはなんかつまりこう、まあ、本来こう何て言うんですか、アテンションっていうのはその重要度みたいなのをもし測っているとすると、こういうのを変化させてしまう、こういう 変化を大きくすると結果大きく変わるはずなんですけど、実際には変わらないってことは、まあ、そういう性質っていうのはもしかしたらアテンションにないのかもしれないっていうような結果になっています。まあ、SNLI の方でもこう同じような結果になっています。で、次がこの例、あれ次はですね、この例なんですけど、この赤枠の例なんですけど、ここは糖尿病のデータでこう分類をしているものですね。こう青が、ネガティブで、オレンジがポジティブなんですけど、この例に関して言うと、こうある、まあ、アテンションをある程度変化させるとこう出力が大きくガラッと変わるようが見えます。ただそれがネガティブでは現れてなくて、ポジティブの場合だけこうその性質が現れている、そのポジティブ、クラスがポジティブの場合においてのみ、そのアテンションを変化、外部から変化させることによって結果が大きく変わるっていう結果になっています。まあ、これの分析っていうのがこうされていて、そのなんか糖尿病かどうかを示すっていう、糖尿病かどうかっていうのをその判定するときに、なんかこうなんかある特定のこのトークンが出てきたら糖尿病だみたいな、なんかそういうなんかすごい強いなんか単語っていうのがあって、なんかそういう単語が出てくるか、なんかあるかないかみたいな、なんかそういうのを使うことによってこうなんか判定をしている部分があって、まあ、そういう場合はそのアテンションを変化させるっていうのが、そのアテンション、そういう単語にアテンションが強く高くなるんで、まあ、そういうところにこう影響を与えるので、こういう変化が大きくなるって考えます。だ一方でネガティブなところに関してはそういうのがそういう単語がないんで、まあ、普通にそういうトークンに頼らずに普通に判別するんで、こう出力の差が小さいみたいなっていうのを風にこう述べてありました。でその次がそのアテンションをこう変化させるときに、こうより出力を大きく変化させるようなアテンションっていうのを考えます。まあ、つまりこうアテンションをちょっとだけ変化させて、それによってこう出力が大きく変化するかっていうのを見ます。まあ、もしアテンションっていうのがそういう需要だったとすると、多少変化させたところで出力は変わらないはずなんですけど、まあ、もしこれが大きく変わってしまうとすると、まあ、アテンションっていうのはその従来使われているようなものでな、ような性質を持つものじゃないみたいな、そういうような確認を行っています。で結果がこれで、横軸が、まあ、GS ダイバージェンスと呼ばれるもので、そうですね、まあ、KL ダイバージェンスと似てるんですけど、まあ、こう2つのこうなんて入力を入れ替えても同じ出力になるっていう
ようなこう計算を行ったそのあれですね、ケールダイバージェンスのなんかそういう対称性を持った整数の持つバージョンみたいなやつなんですけど、まあ、それを横軸として縦軸がさっきと同じアテンションにとした時にそのまあそのどの例もそうですけどそのアテンションっていうのをちょっとだけ変化させた場合でもこう大きく出力を変化させることができるっていうような結果になってます。まあ、これはつまりそのこうなんていうんですかね、本当になんかもしそういう重要度みたいなのがだとするとそんなちょっと変えただけだと変わらないはずなのに大きく変わるってことは、まあ、アテンションっていうのが必ずしもそういう性質を持っていない可能性があるっていうふうなこうこうふうにこう述べられています。で、最後にまとめです。まず確認したこの実験で確認できているしたのがその重要度っていうのとアテンションっていうのがその相関が弱くてそのこれまでこうみんなあの多くの人が考えてきたような性質を必ずしも持つものじゃないっていうようなことを示しました。でまたその、まあ、こちらも先の実験だったんですけどその、まあ、重み本来なら自動で計算されるんですけどもそれをこう、まあ、こう外からこうガーッて変えた 時にこう出力を変化させなかったり、まあ、逆にちょっと変化させただけでも大きく出力が変わってしまうみたいな性質があることが出てきました。でまあ、今回のやつだと全部分類とかなんでこう神経質シーケンスについて何もこうあ神経質シーケンスについてはこう触れてないんですけども、まあ、それは今後の課題として述べられていました。と以上で発表を終わります。